今はやるべきことをやろう。夢を見ていた。長い長い夢を。戦う若者たちの夢。倒れても倒れても何度でも立ち上がり生き抜こうとする若者たちの夢を。ジョー、ノアだな。ずっと見ていた偽りの私の瞳を通して。よくぞここまで。アグヌスの女王は解放した。そしてあなたも。あとは残すは奴だけだ。絶対か。ああ、 Z はあれは人ではない、思いなのだ。思い。誰もが抱く不安、恐怖、そういった思いが集い人の形を成したものが Z だ。人からメビウスとなった者たちとは違う真のメビウスなのだ。真のメビウス。子ではないということですか。子であって子ではない。そなたたちのうちにもメビウスはある。もう気づいているのではないか。この世界は静止した時の中、永遠の今を選択した思いによって作られた。ならば僕たちも世界も今あれ全てが偽物なのですか。存在する全ては現実なのだ。今の命、未来の命、メビウス以外の多くの人々の思いもまたこの中に生きている。そなたの持つ対の剣もウロボロスもその思いが形を成したもの。今を守るか未来を切り開くかは振るう者次第。未来は確かにある。望む未来を紡げ。そなたたちならばそれができる。ならば私がかけるべき言葉はただ一つだな。ノア、ミオ、ランツ、セナ、タイオン、ユーニ。この世界を頼む。オリジンの中枢はここよりさらに下層にある。Z はそこにいる。私はキャッスルに戻り兵士たちを日時計の呪縛から解放する。命は Z の力となってしまうからな。さすがは女王様だ。頼もしいぜ。あの、外まで護衛は必要ない。私を誰だと思っている。
さすがだ。みんな、これが最後の戦いだ。誰一人欠けることなく生き残ろう。ああ、変わった世界楽しみたいしね。絶対に負けられないね。負けないわ。ここまで来られた私たちなら。未来をこの手に。おう、掴もうぜ俺たちで。共闘するなど、過去の自分に伝えたとて信じはしないだろうな。これより我々シティは総力を挙げてペベス、アグヌス両軍を援護する。ビルガネス、抜病。総攻撃を仕掛ける。援護を頼む。んなこと言われなくたってやってやるよ。我々の目的はあくまで防衛だ。破壊するのは外周の兵器のみ。オリジンの中枢にはノアたちが向かっている。中は壊すんじゃないぞ。壊したら世界も元に戻らなくなるってんだろ。了解したぜ。